ジパングニュースの時間です。キングコング西野氏が購入した5000万円の飛行機がテレビやネットで話題となっていますが、この飛行機の購入者は西野氏ではなく私が買ったという人が登場。ネットがざわついています。報道によると、お笑いコンビキングコングの西野亮廣氏が8日に自身のインスタグラムを更新し、5000万円で購入したという飛行機を公開。西野氏は昨年11月に放送されたフジテレビ系花丸大吉&千鳥の鉄板いただきますに出演し、第二次世界大戦後に初めて日本のメーカーが開発したという飛行機 YS-11 を5000万円で購入したことを告白。自身が主催するオンラインサロンのメンバーが泊まるための宿にしたいと構想を明かし、東京からそう遠くない森の中に置きたいと話していました。この日のインスタグラムで、購入した旅客機の使い道が完全に決まった。オンラインサロンで盛り上がってるとコメント。操縦席に座る様子や機体の外観をアップ。フォロワーから、かっこいい。何をやっても絵になる、などの声が上がっていました。しかし、この報道に対し、飛行機の購入者が別にいるとする投稿者が現れ、購入者とされる渡辺氏が証拠写真を投稿。渡辺氏は、購入したのは私で、テレビやネットの情報は嘘だと主張。渡辺氏と西野氏が出資して作った法人が飛行機を所有、管理し、渡辺氏が 66.6%、西野氏の出資会社が 33.4% の株式を保有しているとされています。このニュースによるネットの反応は、これ西野さん個人が買ったわけでも何でもない。西野さんが所属する会社が法人として購入しただけ。しかも、西野さんがその会社の筆頭株主ってわけでも何でもない。法人の所有物を私物化して自慢したってこと？主語って大事だよね。YouTuber は常に話題を作らないとすぐに忘れられるからね。自分が関わってる会社の備品を自分のものだと言い出す。やってることが本当にマルチ商法のやつらと同じ。この飛行機はサロンメンバー集める際の洗剤に今後も使い続けると思う。本来の持ち主が突っ込んでるのに、西野がインスタで自慢したのはやばくない？話が本当であれば共同購入ですらないよね。承認欲求に負けて嘘をつき始めたら人として終わりだよ。この飛行機は西野が買ったわけじゃない。西野が別の人と設立した会社名義で、別の人が買ったものをまるで西野が買ったようにテレビなどで触れ回り私物化しようとしてるだけ。これは西野さんがやったというよりはテレビスタッフが誇張した感じ。今のテレビ局は番組を盛り上げるためなら何でもやるからね。飛行機を共同購入するための会社なんだろうね。でも、筆頭株主が7割も株持ってるなら、実質的にその人の完全な支配下にあると言える。残り3割では、取締役の選任も重要議案の否決もできない。西野は、金銭的な配分を受けられる立場ってだけ。人を利用してでも、自分の名誉欲を満たしたいのは、自己愛型の典型的な言動。しかも、本人が悪いことをしたという自覚もないし、なんなら、本気で自分さえ騙せてる。こういう、金持ってるアピール、資産あるアピールは、詐欺師の常套手段。ニュースは以上です。よろしければ、皆様の意見をお待ちしております。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録を、お願いいたします。